会長、工作の次の対戦どうしたですか。ちょっと見てみ。私あなたが好きです。うおーだよ。それさ、私秋田でストですって言ったんじゃねえの。言ってませんよ。なんでわざわざ秋田まで行ってストするんすか。で、小崎さんはなんて言ったんですか。俺もお前が好きだ。ただそうなるといろいろと面倒なことになるって分かってる。何が面倒なんですか。別に面倒なことなんてないですよ。いや違うよ。だってシスターは信仰を全うするのが夢なんだから、今の状態じゃお前とは付き合えないし、ましてや結婚なんかできないわけだから。俺決めました。何を。俺シスターの夢になります。俺チャンピオンになります。ポジティブすぎるだろ。でかく出たね。チャンピオンパンチ、チャンピオンパンチ、チャンピオン。なんかやる気になったみたいですね。あーでもいいのかね。 またいずれはこう壁にぶつかる気がする。まあまあいっか、本人やる気になったしね、うん、そうっすね。いいね、うん、あーそこダメ、そこダメ、そこダメ。そんなはずがありません。私があんなことを言うなんて。私はあなたが好きです。絶対何かの間違いです。シスターアンジェラどうしたの。何考えてるの。畑中さんのことなど考えてません。え、アンジェラお姉ちゃん工作しよう。工作。いえ何も考えてません。さて、ずいぶんやる気になったところで次の対戦相手が決まったよ。おっ、これで俺のチャンピオンの道第一歩がスタートするわけですね。じゃあ今までは何だったんだよ。ほら、外国人さんですか。そうよ、タイ出身のタイガーパン役。サワディーカー。サワディーカー。向こうじゃ無敗らしいんだけど日本じゃこれが初めてなのよね。というわけで一切のデータがないんだ。ないね。でデータなんていりませんよ。シスターの愛を手にしたこの俺には誰も叶いませんから。ずいぶん自信満々なのはいいけどさ、偵察ぐらいしといた方がいいんでないの。偵察。うん。タイガー、はい、ミッド行こうか。はい。今日の獲物は何秒持つかな。いけない、強く打ちすぎちゃいました。すいません。おばちゃん、このリンゴちょうだい。80。ありがとう。はい、どうも。ありがとうね。まいどまいど。すごい。でも食べないんだリンゴ、もったいない。畑中さん。
赤羽、はい、はい、俺のも早くね、はい、私あと焼き豚、はい、焼き豚、はい、明太ご飯もね、やはり帰ります。ちょっと待ってください。どうして私がお付き合いしなければいけないんですか。一緒に偵察してください。偵察？はい。お待たせしました。あの人が今度の対戦相手なんです。やっぱり。いらっしゃいませ、ご注文は。豚骨チャーシュー、あの麺片面で、油普通のネギ多めで。はい、喜んで。待ってはいけません。ラーメン屋さんのためだと怪しまれるじゃないですか。大盛りで。はい、下前が、はい、大盛りである必要はないです。いいから、早く。ワンタン麺ください。はい、喜んで。ワンタン麺1、ネギ増しチャーシュー割り1、替え玉ちょうだい。おお、はい。はい、お待ち。あ、チャーシュー、あ、してください。あ、何言ってるんですか。それぐらいしないとカップルに見えませんよ。ね、偵察だってバレちゃいますし。バレてもいいんですか。どうしてですか、シスター。田中さんですよね。はい、試合よろしくね。バレてました。バレてました。バレてました。シスター、俺がワンタン麺食べたこと怒ってるんですか。怒ってません。あ、シスター聞いてください。だからラーメンのことはもう結構です。俺決めたんです。俺、シスターの夢になります。え？俺、チャンピオンになります。知りません。どうしたの、シスターアンジェラ。怖い顔して。院長様、私明日から外出を禁じます。何言ってるの。自分の外出を禁じるって。誰か会いたくない人でもいるんですか。明日からここを一歩も出ません。何ですか、あれは。思い込みの激しい子ですからね。絶対にお会いしません。シスター、俺絶対にチャンピオンになりますから。この番組はキヤノン、鈴木、ドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王の提供でお送りします。なんでだ。全然減ってませんね。むしろ少し増えてますよ。あんた隠れて何か食べてない。いえ、食べてません。君さ、目指してるのさ、大食いチャンピオンじゃないよね。はい、世界チャンピオンです。じゃあパッパと減らして8キロ。はい。これから減量時刻だな。勝つためなんで苦にならないです。本当かよ。シスターに好きって言ってもらった先に残念ですね。どういうこと。一緒に飯とかしたいじゃん。まあ、チャンピオンを目指す工作としてはそんなもん眼中ないっしょ。
そうか、今度こそ。はいはい、練習練習練習、やるぞ。だすいません、すいません、すいません。あの、シスターアンジェラは今、シスターアンジェラは外出禁止に処されていますので。え、なんでですか。あれ、克美くん。何、ボクシングやっちゃう。違うよ、来週マラソン大会があるから軽く走るだけ。付き合おうか。お構いなく。会長の息子なんだからさ、絶対筋いいと思うよ。冗談やめてよ。冗談でもいいからさ、一発殴ってみ。ほんと勘弁してくれる。これいじめっ子の顔だと思ってさ、ほら。おかしなこと言わないでよ。逃げてるだけなんじゃないの。何が。会長喜ぶと思うよ、克美くんがボクシング始めたら。ね、ほら一発来い。最悪だ、最悪だ。どうしたどうした。シスター外出禁止になっちゃったんです。目の前に何が見えますか。畑中さんの笑顔が見えます。それは雑念です。自らの精神力を持って消し去るのです。はい。シースター好きです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 。好きです。ダメです、どんどん近づいてきます。シスターミリー、助けてください。私の頭の中から畑中さんを消し去る方法はありませんか。それはお願いします。では共に唱えなさい。はい。畑中さんは信仰の敵。畑中さんは信仰の敵。畑中さんは不潔な悪魔。畑中さんは不潔な悪魔。いかがですか、笑顔は消えましたか。やってみます。シスター、好きです。好きだよ。ダメです、全く消えません。畑中さん退散。畑中さん退散。いや、もっと強く。畑中さん退散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 。畑中さん、あれ、全く言ってませんね。なんで。なんででしょう。なんででしょう。なんででしょう。心配ないっすよ、シスター外出禁止で食欲落ちますから。うっそ、グッドタイミングじゃんよ。そうやって人の不幸を減量に利用しないでください。チャンピオンになるまで外出禁止になっててもらった方がいいんじゃね。あれさ、いいんじゃね。ノーノー。あ、なんかラストでいいんじゃね。そんなあれ、ノー。え、シスター、え、なんで。シスター、アンジェラ、え、どうしたんですか。シスター、あの、はい、修行に参りました。え、私はシスターとして未熟です。ですのでボクシングで修行させてください。お願いします、会長さん。でも、あのシスターの修行って滝に打たれたりとかそういう。それはお坊さんです。お願いします。あ、会長、俺からもお願いします。と言われましてもですね、それは。私は激しいトレーニングで自らの体を律して弱い精神を強くしたいのです。あ、これ素晴らしいことですからね、会長。はい、っていうか、あの、大丈夫なんですか、院長さんの方は。あの、あと背の大きい、あの、怖い人とか。何も言わずに出てきました。うわ、そりゃまずいですよ。で、会長、だってあの修行というものは一人でこう行くものですから。間違いじゃないわけです、花丸ですよ、これは。絶対会いたかっただけだよな。はい、会長にお願い、こう言われて。お願いします、会長。子供たちの方にもいません。庭の方にもいません。もう大体分かっています。皆さん行きましょう。スイスターミリー、
いいんじゃない、今日のところは。しかし自ら外出を禁止すると言って、そのうち帰ってきますよ。シスター、すごいじゃないですか。見よう見まねです。よし、さっきのジャブから行こうか。はい、ドンドン、はいはい、カツタバ牛上がったよ。はい、よしよしよし、カツタバ牛お待ちです。はい、よし、はい、どうぞこれもどうぞ。はい、どうしたの、ずいぶんご機嫌じゃん。そう、うん、好きな人とずっと一緒にいれるって幸せだね。恥ずかしい。まさかお前らできてんのか。シスター、院長様、シスターミリー、勝手なことをして申し訳ございません。あー、もういいのに、そんなのうちの連中にやらせるから。いいんです、修行ですので。あ、じゃあ言葉に甘えて。あの、あれ本当なんですか。あれと申しますと。いや、あの工作が自慢してたんですよ、シスターに好きって言われちゃったなんて。はい、言ってしまいました。それ本気？でもわからないんです、本当に畑中さんのことが好きかどうか、それが知りたくて。ああ、それでここに。はい、ご迷惑をおかけします。ああ、いいえ、いいですよ、嫌いになるまでいていただいて。じゃあお願いします。あつみちゃん、教科書いい感じにしといてあげたから。一生懸命勉強頑張るのよ。頑張れ。はいよ、さつみくん、おいおい、上だ、ほら、はい、練習部戻れ、ほら、すいません、練習中だぞ、ほら、はい、行け、ほら。シスター、おー、すげえな。おかえりなさい。なんでいるの。修行です。修行？強くなります。シスターが強くなる必要あるの。あります。浮いた浮いた浮いて、そう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 、打った後シスターミリー、あなたまだ男性を信用できない？男運がなかったのかしらね。院長様、そのような言い方はおやめください。でも逃げてきたでしょ、ここに。男性など好きになってもいいことなど一つもありません。でも最初は好きだったでしょ。忘れました。シスターアンジェラを許してあげたら。今度のことは立派な規律違反です。でも
好きになっちゃったものはね。いけません。あの子も答えを出そうと必死なのよ。それにしても今回の行動は理解できません。楽しいでしょ。不謹慎です。寝ないよ。この上では立っていなくてはいけない気がするよ。そりゃそうですよね。だって上田さんリングの上で寝ちゃう機会多いですよね。うるさいよ、はあ、楽しいな。シスター、いつまでいんのかな。もうずっといてほしいですね。そうはいかんだろう。シスターアンジェラー、シスターも手料理ですか。これくらいのお手伝いはさせていただかないと。うわー、若い女性が作った料理食べるの初めてですよ。いただきます。ガッツくな、ガッツくなよ。いただきます。いただきます。うまいっす、これ。うまい。うまいね。うん、うん、あ、うまっ。石坂さん、お味はどうですか。まあ、三鷹さんの飯よりは温かみがあって。なんだと、石坂。事実なんだから仕方ないでしょ。これってシスターの手料理ですか。そうだ。だけどお前は俺の手料理だ。いつものスペシャルメニューだ。そんな間、シスターの手料理食べたかった。普段から節制してりゃ食べれたかもしんないのにな。だってだってまさかの展開じゃないですか。まさかシスターが手料理を作ってくれるなんて。確かに想定外だな。想定外ですよ。伊坂さん、イチゴいります。